ちゃいけないよ。また隠れんぼしようね。またいつもの感じで。暑い。暑い。ゆいせいさんといえばこの場所みたいなね。そうなんです。過去さっき見直すとここの場所が非常によく出てくる。ゆいせいさん今日の意気込みを。今日の意気込みを。いや、大勢さん頑張っていっといたですね。はい。はい。今回初参加の山根さんで、ね。マスクマ。はい。そんな感じです。がっちり役者で固めたのは、割と今回。初めてですね。いつもアイドルさんとか、そういう系でまとめてたりする。いつもアイドルさん、はい。そうです、そうです、そうです。まあ絹田さんもまあ役者さんではないですけど、まあ、今回異色な優勢さん作品になりそうでございます。いやでもさ、キャスティングが違ったらね、ああ雰囲気変わります、ね、面白いんだよ。ああ、いつも同じキャスティング使ってるとまたかってなるから。そうです、そうです。で今回逆にちょっと大人な優勢さん作品にできたらいいなと思ってて、僕今ね YouTube の側の視聴者さんに言ってますから。俺給食のおばさんだよこれ。ボクシーレイジさんです。給食のおじさんです。音楽がかかります。そういう場所はいつですか。場所はまあ直線いくらでもあそこあるんでそれでできますね。でまあそれでまあ走り出したりそれぞれ武器の準備をするっていうインサートを撮ります。はい、分かった。それで工場にやってきましたで、ここでなんか戦うっていうのを、まあ、イメージで、まあ、最初引き入れバーって撮ってから無料工場、まとめて撮っていく。あー武器です。で、ゆいせいさんの武器がこれですね。山根さんがオレンジミル、オレンジスイートと火入った、二刀流でいきます。はい、太蔵さんはタイウサキチパワーをもらって憲法とかで、はい、そうなんです。はい、はい、でこの方々はこれでコロナに戦おうとしています。そんな4人組でございます。おトイレじゃないですか。ボケヘッドじゃないか。もう一つ何持ってんねん。ちょっとね、外に向かっていう感じのもんですね、この場合だと。ひなたさんの顔は若干暗いね。暑さと臭さがいいハーモニーが。一番監督が大変だこれ。あ、暑いんですよ。多目的トイレですよ。多目的トイレに僕が一人。お前こそ何待ってんだよ。オレンジスイートをミネラルウォーターに入れた秘密機器よ。キッチンハイターもあるわよ。人が見て言うてんねん。ほな行くで。おい。OK です。はい、家が撮れたようです。はい、はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ジュースが残ってな。はい、何が残ってやん。ジュース、ジュース。ロバーでガストに行けば99円です。この子が何なのかこの後きっと分かるかな。まあ彼がヒーローです、こっちの。ゆうせいさん一言お願いします。一言、はい、ガストに、ガスト、はい、お疲れ様でしたと。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。大人な優勢さん作品はですね、はい、もう大人じゃない感じの方いらっしゃいますけど。はい、いや大丈夫です。ね、何ビビってんの。なんかそれで思って、トラウマです、トラウマ。いろんな人にされた、いろんな人にされたトラウマが。はい、そんなことでございました。優勢さん、12作目、皆様固まりました。していてください。はい、はい、